大和田神社は、長野県北安住郡松川村にある神社である。杉林の中にあり松川村の人口の半数が、宇じ子であるとされている。いつ創建されたかは明らかではない。古文書では1580年、松川道踏み門の中に、大名人と記載されていて、これが、当社に関しての最も古い記述とされている。1926年、飴引山山頂に、 奥社を分類創建した。社殿や付属の建物は何度か火災で消失し、その都度再建されたが、1974年4月に本殿、平殿、廃殿などすべての建物を失った。翌1975年9月本殿その他を再建し、今日に至っている。三軒社流れ作り道番武器、間口一軒五尺奥行き二軒瓦武器、 マグチ2軒3尺奥行き2軒3尺ハフ作り、河原吹きマグチ5軒3尺奥行き1軒3尺館。神楽殿神楽殿は祭神に武学を奉納する場所として建造されたもので、村内には細野神社にも、有明山社にも建造されている。大和田神社の神楽殿は桁行き11メートル、張り間8.5メートル、高さ8メートルの2階建てで、軍内最大規模。 天井裏の胸木に、慶応元年作りのと、牧書されていて、松川村内では、数少ない江戸時代の建物となっている。1階は、全面板張りの舞台となっていて、前方両袖に、太遊座が設けられており、東西南北吹き放ちになっている。2階の正面は板壁、背面は、縦格子の窓となっていて、舞台を上から見下ろすことができる。 柱に釘付けされている棟札によって、大工東領、朝原活造以下大工は、松川村と、板取村の人々で、堀氏だけが、池田町の森大八であったことがわかる。南向きの本殿に対し、神楽殿を北向きにして、社殿との間を広く取ってあるのは、幕末から明治初期に盛んであった、千芝居城園寺に、野外観覧席とするためである。戦後もかぐ殿は、 青年団活動として芝居など上演の場所でもあった。娯楽施設が全くなかった村内にあって、部学奉納の目的以外にも重要な役割を果たしていた。年間祭事は次の通り。かつては11月15日に行われていたが、2018年現在は9月22日、23日に変更されている。大祭の日には、 新職三人によって祭事が午後二時から始まり、祭事の後には、小学生の浦安の舞、若き連の獅子舞、奉納相撲が行われる。JRO 糸線、品野松川駅から直線距離で 2km 余り。ありがとうございます。